ガヤの動画。はい、皆さんこんにちは、ラコンティーズガヤです。よろしくお願いします。はい、それでは今回ですね、シュプリーム 2020FW、ウィーク4やっていきたいと思います。はい、ですね、もうちょっと前の動画でですね、まあ幼児との幼児山本さんとのコラボが決まりましたっていう、まあ、動画も出してましたけども、予定ではね、当初ね、ウィーク2だったんですけども、ウィーク4にずれ込んだみたいですね。で、まあ、あの時のモックの画像っていうのはですね、ボックスロゴに、幼児のサインっていうか、その ロゴが入ってたんですけども、まあ、出来上がってきた、まあ、リークの画像っていうのは、まあ、全然違う感じになりましたね。で、まあ、ボックスではないんですけども、まあ、シュプリームのロゴと幼児のブランドロゴっていうところのものは結構あったので、その辺は結構皆さん注目して期待してるんじゃないかなっていうふうに思ってます。まあ、あのモードらしい、モードブランドらしい黒を基調としたいろんなですね、グラフィカルな、デザインのものもあったりですね、結構ですね、ファンの人にとってはすごく嬉しい、コラボなんじゃないかなというふうに思っています。はい、それではですね、見ていきましょう。それではですね、まずはこちらですね、スーツですね。まあ、スーツですね、結構、まあ、シンプルにいいんですけども、後ろにですね、グラフィックが入ってます。ね。で、まあ、これはですね、まあ、使いづらい、スーツとしては使いづらいと思うんですけども、ファッションとしてはですね、結構いいんじゃないかなというふうには思ってますね。まあ、純粋に、まあ、結構、まあ、派手なグラフィックの映像が、画像が入ってますね。で、いいなと思ったポイントは、これですね、まあ、ズボンの方が、まあ、ゴムと、ドローコードなので、かなりあの範囲の広い人に着れるんじゃないかなというところでいいのかなというふうに思いました。じゃあ次こちらですね、シャツですね。でシャツも黒と白2色展開で、まあ、あの後ろにもグラフィック入ってるんですけど、グラフィックも、グラフィック違いで2種類ぐらい出たのかなというふうになりました。で私が選んだのはこちらですね、まあ、あの花柄の方ですね。こっち結構綺麗でいいなというふうに思ってます。で結構ですね、最近はグラフィックの T シャツとかパーカーも増えてきてますんで、そのあたりでやっぱりこう流行っていうかね、そういったところを抑えた商品になってるんじゃないかなというふうに思ってます。はい、で次はこちらですね、同じ柄のまあ T シャツになります。こちらもですね、結構いい感じで、まあ、いいのかなというふうに思いますけども、まあ、あの柄がね、統一されてていいのかなと思います。でじゃあ次はこちらですね。はい、こちらもブランドロゴですね。お互いのブランドロゴが書かれた T シャツになります。これはもう間違いなく人気になるだろうな、というふうに思います。後ろが出てないので、まあ、多分無地なので、シンプルで使いやすいなというところで、かなり人気になるんじゃないかなというふうに思ってます。はい、じゃあ次はこちらですね。まあ、スウェットになります。まあ、こちら、私個人的にはこの幼児コラボではこれが一番狙い目かなというふうに思ってます。で、かなり身幅が大きく取られてるっぽいので、まあ、ゆったり着れるっていうところもいいですし、まあ、そういったところも魅力かなと思います。で、まあ、もちろんね、もうブランドのロゴのマークが入ってたりしてて、まあ、シンプルにかっこいいなというふうに思ってます。個人的にはやっぱり黒が欲しいなと思ってますので、黒を狙っていこうかなと思います。あとは着丈がどんだけ長いかなというところを少し気にしながら見ていこうと思います。はい、こちらですね。次は、もうこれは同じデザインのニットキャップになりますね。まあ、こちらはですね、もうシンプルにかっこいいですね、これもね。なのでこれも狙えたらと思うんですけど、やっぱどうしてもね、コラボの性質上どれが一品しか狙えないと思うので、まあ、私は今回はスウェットを狙っていきたいと思います。でインラインから最後ですね、こちらになります。ゴアテックスの、バゲットハットですねになります。まあ、ハットになりますね。まあ、こちら私はあの、まあ、インラインの紹介ですね、ルックブック見た時にもお伝えしたんですけど、欲しいんですよね。最近ハットが欲しくって、で、やっぱゴアテックス、雨も結構多いじゃないですか、ザーって急に降ってくるの。なので、ゴアテックス欲しいなと思ってて、狙えたらこちら狙いたいなと思ってます。なので、まあ、基本、幼児、多分今週多分幼児優先なので、多分、ほとんど幼児即で売り切れていくと思うので、それが終わった瞬間に、まあ、チャレンジしてダメだったら、こっちのハットに切り替えようかなというふうには思ってますね。はい、というところで、今週はですね、まあ、ほぼ幼児コラボがメインとなりますけども、まあご紹介した他にもですね、レザージャケットとか、まあ、いろんなものが発売されますので、皆さんも気になったものがありましたらですね、ぜひですね、狙ってみてください。スウェットの黒は狙わないでください、皆さん。もう最近やっぱ買えないんですよね、なかなかコラボものっていうのは。なので、まあ、皆さんもね、一緒に買えたらと思いますけども、よかったらチェックしてみてください。
はい、それではですね、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価、コメントいただければ励みになります。よろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。